よろしくお願いします。全国地上デジタル放送推進協議会総会の開催にあたりご挨拶を申し上げます。本日は皆様のところ全国からお集まりをいただきありがとうございます。ご案内のとおりデジタル化の取り組みはまず全国の各放送局の送信設備中継局についてアナログ放送の並行運用を行いながら整備を進めるところから始まりました。その後視聴者の受信環境整備ということでテレビの買い替えや共同受信施設の改修などの対応を国民の皆様の理解と協力を得ながら進めてまいりました。平成23年7月に東北3県を除く44の都道府県で、さらには平成24年3月に岩手、宮城、福島の3県でそれぞれアナログ放送が円滑に終了しました。しかしその後もデジタル化により新たな難視世帯への対応など丁寧に取り組んでいただきました。この協議会は平成13年に発足をして以来14年間地上放送のデジタル化の取り組みにご尽力をいただきました。今般難視対策が完了したということで改めて御礼を申し上げます。このような全国規模の事業を成功させることができましたのは各地の関係者の連携体制であるこの協議会がまさに推進の母体として目標に沿って取り組みを進めてこられた賜物であります。最初から仕上げまで長年にわたり全体の取り組みを牽引していただいた関係者の皆様のこれまでのご尽力にも改めて御礼を申し上げたいと思います。今般地上放送の完全デジタル化を達成となりましたが、技術進歩のスピードが速く、さらにその先へと進化は続いてまいります。また国内外のさまざまな事業者が情報発信映像配信のサービスを展開し、放送事業を取り巻く環境はますます複雑なものとなっているのは皆様ご承知のとおりであります。テレビ放送がこのような環境変化に対応し、国民生活と身近で不可欠なメディアとして発展を続けていくことを願っております。皆様の長年にわたる多大なるご尽力により困難な大事業を成し遂げることができましたことに心から感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。お疲れ様です。